スコーピオスカイはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、チュイラー、アンドリュース、カリフォルニア州ロサンゼルス出身。へ所属。高校の友人であるクイックシルバーとクリス・ボッシュと共にレボリューションプロ、ルードス道場に入門し、2002年6月に同団体でマスクマンガリネロトレスとしてデビュー。2003年7月、旗揚げしたプロレスリングゲリラに入団。 2004年8月、大阪プロレスに初来日。以降、PWG の他に、ロー、C、w s x CWFH など、アメリカのインディー団体に参戦。2012年8月に、ハロルドのリングネームで WWE に登場するも12月には、退団。また2012年より2013年にかけて、WWE 参戦時期を挟んで、 メイソン・アンドリュースのリングネームでティエネにも参戦。2017年9月よりローに7年ぶりの本格参戦。10月には、クリストファー・ダニエルズ、フランキー・カザリアンと共にソーカル・アンセンサードを結成。2018年3月、新設された新日本プロレス・ロサンゼルス道場のスプリング・キャンプのトレーナーに就任。2019年1月、クリストファー・ダニエルズ、 フランキー・カザリアンと共に、同年5月に旗揚げする新団体である、オールエリートレスリングと契約した。ありがとうございます。